今日はですね、山口県周防大島の漁師&ミュージシャンのマウンテンマウスマーシーが辰島で撮ったサザエさんを調理しようとした時に、今 YouTube に出てるのではちょっと分かりにくかったので、素人が素人の人に伝えやすいような動画が撮れればいいなと思って今撮ってます。ここにサザエ、これ1分間沸騰したお湯に1分間まずつけて、ほんで抜いた状態がこれですね。でこれのここの一番下のところにぐるぐるぐるってある、これの下が肝って言って、ここの下は食べられるそうです。ほんでこっち白いのがありますよね、この白いのはオスで、この黒いのがメスだそうですよ。ほんでこれを取って、その後これ湯に通してるんでペラッと取れて、そして今度ここのこんなこうつなぎみたいなのがあってですね、ここからこうぐしょにゅにゅって取った、これはもうね、さようならだそうです。さようならで、そしてこれをねこう開けると、ここの中にこうやって、これが多分お口なんですよ。この人じゃないけど、これこの赤いの、ちょっと赤いので、これがお口なんで、これもブショッと取って、これでこんな感じで取ったのをあと洗ってやったらねこうね、綺麗にこう洗ってね、こう取って、そしてこれをなんかね、和食の方がね、6つぐらいに切ればいいって言われたんで、こうやって6つぐらいにこう切って、そしてこの2つぐらいをまずポイって入れて、いや入れなくていい、うん、これ入れて、それにここのちょっと椎茸をこう少し切ったのをこう入れてやって、うん、そしてここにまたポイポイポイって入れて、そしてだしと、ここのだしね、だしと醤油、お酒とお醤油をちょっとこう混ぜた感じのだしを入れて、つぼ焼きしたらグツグツっと美味しくなるっていうのを素人ですけどお伝えできたらいいなという、与え合いサザエさん情報シェアを、ほーらほーらみんなで与え合い、与え合い、与え合い、与え合いは素敵だな。チャッチャラチャララッチャン。サザエさん、ありがとうございます。ピタさん、ひさちゃんでした。ポチッ。やった、感謝ありがとう、幸せの連鎖。ブクブクしてまーす。あの出来事やその歴史が、私を作ってくれている。今の僕が僕でいられる時間、今の君が君でいられる時間、あの出来事が大切にされるように、あの歴史のおかげで今があるように。
すぐ食べ終わろうです。やった。